こんばんは、今日はね、これ2013年の11月の高2の進研模試です。これ生徒から借りたんですけども、質問されて借りたんですけども、ちょっとこれ読みますね。この B の5ってやつ。シータの方程式、2サイン2乗シータプラスルート3サイン2シータ引くルート3サインシータ引くコサインシータプラス K イコール0と、点点点1があり、シータイコール π、ということはこれ π 入れればいいですね。の解を一つ持っていると。また t イコールルート3サインシータプラスコサインシータを解くと。1番、k の値を求めなさい。2番、t を r サインカッコシータプラスアルファの形で表せ。また方程式1を t を用いて表せ。で、3、これ3番が難しいんですね。3番ね、これテストの時はね、これ1個目だけやって、あとこれ逃げた方が時間的にね、これ時間的にこれ、まあできる人はいいんですよ。もちろんできる人はやればいいんですけど、これは現実的にこれ、3の1個だけやって、あと逃げた方が良かったかな。時間配分的にね。で、また P を正の次数として、シータが0から P において、方程式1が異なる3つの次数解。というのは3つぶつかればいいんですね。を持つときに P の取り得る値の範囲を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。じゃあまず1番、2番はまあ普通にできます。まず、あ、ちょっと待ってください。じゃあ1番は、丸1の式にシータに π 入れてください。そしたらこうなりますね。π 入れたら。で、それで、あと計算していったら、サインシータが0、サイン2、あ、違う、サイン2、サインの π が、これ、その2乗。で、サインの 2π が0ですね。で、サインの π も0。で、コサインの π がマイナス1。で、k がそのまま。ってことは、k がマイナス1か。ですね。これ、計算間違いないように。こうやって点取らせる問題。で、2番ね、これ、合成は今後、しょっちゅう出てきますので、合成できるかな？やり方2通りあって、グラフでやればいい。これ、舞鶴はこれで習うはずなんだけど、大分舞鶴は。ルート3、だから x 座標がルート3と。だから、サインの横はコサインだから、x 座標がルート3。で、コサインの横は y 座標、サイン、y 座標と考えて1。で、これで、できる三角形がこうだから、これ長さ2ですね、三平方の定理で。だから2で、ここに2を置いて、あ、だからここに2を置いて、あとは、これが6分の π になると。だから、2サインカッコシータプラス6分の π でいきなりやってもいいし、このグラフを使ってですね。もしかも、下方定理の逆。下方定理の逆で、これとこれを2乗してルートに入れたら2ですね。で、あと2で割って、これとこれが等しくなるようにこうなりますね。2倍したらルート3、2倍したら1だから。で、これで下方定理になる、ので、下方定理、これコサインの6分の π ならこれですね。で、この2分の1っていうのはサインの6分の π と。じゃあ、下方定理の逆で、じゃあ、これはこれでしたよね。サインのシータプラス6分の π 展開したらこうですよね。下方定理から。だから下方定理の逆をやってると。っていうふうに考えてもいいです。いいですかね。これが t と。じゃあ、t がこれなんだから t2 乗しますよ。これを2乗する。あ、だから今これ t ですね。で、あ、これはいいんか。で、t を2乗すると。ちょっとこれと関係ないんですけど。t を2乗します。t がもともとこの括弧だったから。じゃあ、左の2乗、2倍のこれかけこれ。で、右の2乗と。で、展開するとこう。で、これはこうですね。今からサインで表すんだけど。で、あとは、これっていうのは、2サインシータ、コサインシータが、サイン2シータだから、わざとこの形にしとくと。ここが、サイン2シータですよ。じゃあ、こうなりますよね。いいですかね。てか、このマイナスの分と3、3個あるから、これ2ですよね。で、1が残ってると。で、この後。で、結局1は、今のを使えばですよ。今のを使えば、今のが t2 乗だから、今のが t2 乗だから、こうなりますよね。t2 乗引く1、引く t、引く1、イコール0に変わると。それ、ちょっと確認してくださいね。じゃあ回答。t2 乗引く t、引く2、イコール0と。これが回答です。これがカッコ2の回答です。で、問題次なんですよね。3番。まず、これいきます。今のやつを、方程式1を解けたから、これで因数分解するとこうですね。ということは、t がマイナス1と2だから、t がマイナス1と2だから、こうなりますよね。マイナス1と2と。ですかね。だから、さっきの、これですよ。2番の回答ですよ。2番の回答が t がこれなんだから、今 t が出ましたよね。t の値が。t が、マイナス1と2と。じゃあ、これを解くんだけども、ちょっと一回2で割りましょう。これまたはこれ、2つ出たんですけども、で、2で割りますよ。ただ、こうなってると。これまたこれがこう変わったと。ここで、シータが0から2分の π ですね。ということは、シータプラス6分の π は、6分の π、6分の π、6分の π 足したらこうなりますね。
で、これを今回サインだから、実際やって単円でやってみます。6分の π の時から3分の 2π まで。6分の π の時は高さこれ2分の1ですね。サインは2分の1。2分の1から、で、1を90度取り越してるから、2分の1から1ですね。2分の1から1。2分の1から1。じゃあサインのこの値っていうのは2分の1から1だから、これ成り立たないですね。これ成り立たない。だから回答はこれと。回答はこれと。いいですか？だから回答はこれだから、よって、じゃあ、この後ですよ。この後、よって、1が回答です。ということは、1っていうのは2分の π の時だから、θは3分の π と。っていう回答を作ってください。3分の π と。いいですかね。で、今度次、また別、今度は別問題なんですよ。今のは3番は、θが0から2分の π の時だったけど、からちょっと別問題。今度は、p を正として、θは0から p になったと。だからちょっとさっきのとは別問題。さっきの回答関係ないですよ。0から p において方程式の1番が、異なる3個の実数解を持つときの p の取り入れ値でいきます。じゃあ p が0以上 p 以下だから θがね。ということは、6分の π 足していくとこうなると。いいですかね。θ プラス6分の π。で、6分の π ってさ、こうだから。でね、今回は、さっきは1で終わったけど、それはあくまで θ が0から2分の π だったからの話であって、じゃあ元に戻って、今からこの2つの式使うんですよ。さっきの、3番の途中の、これ。これとこれ今から2つ使うんですよ。さっきは、θ の範囲からこれが不適だったからこれだけで解きましたけど、今回はこの2つですよ。この2つ。じゃあ、θが0から p の間だからこうですよね。6分の π、6分の π、6分の π。6分の π っていう理由は、これ両方とも6分の π 使ってるからと。これ6分の π 使ってるからと。ね。いいですかね。はい。じゃあ、よって、θが0から p の間において、1が異なる3つの実数解か。異なる実数解のを持つ条件は、これがマイナス1、だからマイナス2分の1か。マイナス2分の1と1。こうですね。これまたはこれを満たすθプラス6分の π の値が、米印。この範囲の中で3つあればいいと。この範囲の中で3つあればいいと。わかりますよ。これを満たす、この θプラス6分の π の値が、これの範囲、この角度の範囲で3つあればいいと。いきます。じゃあ、θプラス6分の π を、まあちょっと x としましょう。まあそのまま、これでもよかったんやけど。だから y イコール 3x って書いたけど、まあ θプラス6分の π でもいいですよ。y イコール sinθ プラス6分の π でもいいんですけども、じゃあ sin、とりあえず x と。で、これは当然6分の π 以上だから、6分の π 以上だから、最低でも6分の π ですよと。のグラフを今から用います。で、y の値、つまり高さがマイナス2分の1と1になればいいと。その時の x の値、θ プラス6分の π。これですね。今 x をこれにしてるから。の値を小さい方から順に並べます。そしたら、ちょっとこのグラフ見ながら。ちょっとこのグラフを見ながら。ちょっと引いちゃおうか。いきますよ。y の値が1、ここですね。y の値がマイナス2分の1。で、y イコール 3x っていうのは、まあ、こうなってると。その x っていうのは、今回、θ プラス6分の π ですよ。θプラス6分の π は、当然、2分の π、x がですよ。x ってのは、これがですよ。x これですよ。これが、2分の π の時に当然1になりますよね。これ1。で、だから0の時は当然0。だから今こういうグラフ辿ってると。で、y イコール1とマイナス2分の1になる時の x。あくまで x はこれですよ。θじゃないですよ。x の値はこれ。これの値を小さいうちに並べると、じゃあ、まず2分の π は先に来ますね。1個目。で、6分の 7π の時、y、高さがマイナス2分の1だから6分の 7π ですね。で、3つ目が6分の 11π。6分の 11π ですね。で、今度は、2分の 5π。ここですね。2分の 5π。2分の 5π が、y が1になるから。あとはまあ、全然、あと続くと。小さい方からですよ。小さい方から並べると、結局もう一回言うと、ここ、ここ、ここ、
ここですね。いいですかね。で、一応ここね、点々点書いてあるのは、もともとは6分の π に、だから p たす6分の π になってるから、これ最大値がですよ。ちょっと p がわかんないから、ちょっとええ加減に書いてるだけで、いいですかね。ええ加減に書いてるだけで、p たす6分の π でいきます。よって、シータプラス6分の π イコール6分の 11π がこの3つ目ですよ。3つ目。6分の 11π は、米印。あ、これか。これ。これを満たしてますよね。いいですかね。で、満たしてると。でも、シータプラス6分の π がこの2分の 5π、これ満たしてるかどうか。シータプラス6分の π、これ2分の π、2分の 5π は、これ満たしてます?満たしてないですよね。で、わかります?もう一回言います。シータプラス6分の π、これですよ。これが、答えが3つなんだから、今回の回答は、実数回が3つなんですよ。だから、これ1個目、2個目、3個目。で、4個目だから、4個目は満たしてないんですよね、結局。イコール6分の 11π は満たさない。でも、2分の 5π は満たしてると。いいですかね。ということは、2分の 5π までは OK だよと。2分の 5π までは OK で、6分の 11π、だから6分の 11π っていうのはその3つ目ですよ。6分の 11π までは OK で、2分の 5π まで行っちゃあかんのやから、2分の 5π まで行っては4つ目になっちゃうので、解が。4つ目だから、この意味わかります?6分の 11π までは行かないといけない。だからイコールがついてると。でも、2分の 5π まで行ったら4つ目になっちゃうので、これイコールがないと。ってわかります?あとこれも6分の5、各辺から6分の 5π 引いたら回答です。答えは3分の 5πp、3分の 7π で、こっちが、イコールがついてて、イコールついてないと。これが p の取り得る値です。これわかります?言ってること。だから、今、グラフを書かないとこれわかんないですよ。グラフを書かないとわかんないって。で、ポイントは、サインのシータプラス6分の π で書いてもよかったので、わざと x で書いた方がわかりやすかったです。サイン x で書いた方がね。いいですか?普通のサイン x の値。普通のサイン x のグラフを書くと。だからこれを書くと何のことやらわからんから、サインの、これを x にして、サイン x。サイン x の値。あ、与えてください。y イコールサイン x のグラフを書けばよかったと。いいですかね。ただそれがポイントでしたね。だから結局、これをこのまま書くと、これこのまま書いちゃうと、このままグラフ書くとわかんないですね。でも、y イコールサイン x だったらわかりやすかったですね。y イコール 3x にするとちゃんと原点通って1からマイナス1までこうなる。で、それが、3つぶつかればいいと。1とマイナス2分の1で3つぶつかるところを考えればいいと。そしたら、一応仮の形なんだけども、シータプラス6分の π、つまり x ですよ。シータプラス6分の π っていうことは x のことやけど、x が6分の 11π、だったらちょうどいい。けども、ごめんなさい、こっちか。6分の 7π と6分の 11π、ここまでは3つだけども、4つ目の2分の 5π まで行っちゃダメだから、6分の 11π まではいいんだけども、2分の 5π まで行っちゃダメだよと。ってことで、あとは 6分の 5π を引いていけば解答こうなります。ちょっとこれ難しかったですね。ちょっと難しいです。はい。じゃあ、以上です。じゃあ、高校2年生頑張れ。